マリサだよ。マリサは大変なものを見つけてしまいました。滋賀県です。これはわかる？開いていくと滋賀県です。これは滋賀県の形です。秋葉原に滋賀県が落ちています。あなたはどこに琵琶湖があるかわかりますか？ここだよ。はい、ね、これね、滋賀県の形なんだけど、滋賀県の形がね、滋賀県の形がね、このパーツをね、組み合わせるとね、ちょっとおかしい。一番長い湖を走り抜けて琵琶湖。ちょっとなんで笑ってんだよ。標高848から明日おねが比叡山、警戒石油神秘の力を宿し、比叡山メタセコイアモーテンに伸びる。行け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 守る自然滋賀。はい、滋賀の歌1番から22番まで、こちら今歌ったのは1番です。ぜひ、こちら500円で販売してます。あ、これも裏目にこのライブのスケジュールとか、あとこちら私が描いたイラストとかありまして。はい、こんにちは、いたにゃこです。ということで今日はマリサちゃんのコスプレで秋葉原にやってきたんですけれども、なんかすごい不思議なっていうかね、元気の生きのいい若者たちに出会いまして。はい、どうぞ。どうもどうも。名前は清水です。あ、清水です。あ、すげえ名前言っちゃった。どっから来たんだっけ？鳥取です。あ、鳥取から来た。自分東京です。あ、自分東京ですから。滋賀の歌聞いてね。はい、あ、滋賀の歌買ってくれましたよ。ちなみにこれは記憶のかけらという結構幻想的な曲で、この2曲目に滋賀の歌の1番が入っておりまして、でこちら全部カラオケ招き猫、全国のカラオケチェーン招き猫知ってます？はい、知ってます。これのスキットルームで歌うことができますので、ぜひ歌ってみてください。はい、はい、なんか言いたいことありますか？じゃんけんはい。